続いてやってきたのはアリゾナ州のフェニックス郊外。アリゾナにやってきました。実はですね、ここに水上スキーの得意なワンちゃんがいるというんです。では早速行ってみましょう。見渡す限り砂漠、砂漠のアリゾナ。こんなところで水上スキーなんてできるんでしょうかと思っていたところ、すごい、砂漠砂漠サボテン砂漠サボテン砂漠だと思ってたら、すごい、こんなところに湖が、こんなとこあるんですね。まさしくオアシスって感じですね。こちらレイクサイドスキービレッジは砂漠の中の高級リゾート地。週末ともなると優雅に水上スキーを楽しむ人たちでにぎわいます。これなら期待できそうです。クミコちゃんが訪ねたこちらのルーさんとスーザンさんのお二人もそんなリッチな別荘族のご夫婦。一緒に出迎えてくれたのはジャックラッセルテリアのアパッチとモリーです。水上スキーをすると聞いたんですけど、どちらの意味ですか？アパッチの方だよ。アパッチ、かわいい。早速湖へ案内していただくことに。ね、すごいね、もう別荘、別荘すぐここよ。すごい、ボート乗り場が湖目の前っていいよ。すごい、これがボート？ああ、これに乗って引っ張ってやるんだ。これ人間用ですよね。ああそうだけど、アパッチ専用さ。これにアパッチが乗るの？そうだよ。大きくない？いや上手に乗るよ。近くを通るモーターボートを見ただけでアパッチは大興奮。もう早く乗りたくて乗りたくてたまらないという感じ。そこで早速自慢の滑りを見せてもらうことに。自分からこっちに乗るもんね。すごい大高原。行ってきます。うわー、ちょっとかっこいい、かっこいい。あー、怖くないんだ。エバラでよう。これはすごい、見事にバランスをとっています。全く落ちる気配なし。ぐんぐん上がるスピードもなんのその、気持ちよさそう。余裕シャキシャキのこの表情。でもすごいのはここからなんです。カーブに差し掛かったその瞬間、そうなんと自ら回転して見事にバランスをとっているんです。見てください、この見事な足さばき。水上を猛スピードで滑走するボードの上で華麗な1回転半のターン。人間でも難しいカーブを見事にクリア。さらにこんな大波も何のその、動じることなく果敢に乗り越えていきます。面白い、こんな波だったのに自分で回転しながらすごい乗ってたよ。尻尾振り振り楽しいんだね。グッドバイアパッチ。いつから乗るようになったんですか？子犬の時よ。今は5歳だけど、まだ10ヶ月ぐらいの時から乗ってるわ。じゃあ水上スキーのプロ？プロ顔負けのスキーヤーね。頑張ったね、かっこよかった。すっごいかっこよかったよ。砂漠の地アリゾナで見つけた天才水上スキー犬でした。すごい、アパッチ、アパッチ、すごい。ちょっとあの見た、あの上でこう自分で回ってたの、カーブの時にね、カーブでしかもちゃんとカーブのところでバランスを取りながらっていう、あれをこう回転して移動することでこう、こうなんていうかこうならないようにこすらせてやってるわけでしょ。すごい、人間のカーブとか倒れちゃいますね。そうだよ、ね、そうだよ。君ももう少し見習った方がいいから。そうだよ、なかなか今と聞いてくれない。そうだよ、あのもういいからっていうまで寝てていいから。